谷村新司の谷テレ。心をつなぐプロジェクトの中で、全国各地、コンサートツアーをしながら、訪れることができる場所は、出向いていって、そしてその厚生施設保護士の皆さんみんな参加してる人はボランティアなんです。それでも自分の心の喜びとしてやりたいっていう方がこの運動をずっと支えてくださってる。そんな中で、この、立ち直り応援基金がスタートするっていうことを聞いて本当に嬉しかったです。子どもたちは最初から間違ってる子どもたちって実はいないんだってみんなと会って気づきます。それは家庭の環境であったり、お父さんお母さんいなくなってしまったりとか、良くない大人たちに感化されて違う道へ行ってしまうっていうことが、そういう子たちがほとんどなんですね。だからお父さんやお母さんの代わりのようになって親身になって会話してくれるっていう、その現場の、ボランティアの皆さんこそが、僕は本当に大切だと思います。